なんかさ、じゃあルン君そのまま止まってて、なんか美術館に飾ってあげそうじゃない？この絵ゴム手袋してるタイトル、なんか料理人みたいな、なんかあー、なるほどね、料理人の疲労いや、違う、料理人まで書いて、それで解釈でこの料理人は料理をすることに疲れゆっくり腰を下ろしているところを描かれたみたいな。あ、どうぞ。あ、このまま、もうちょっと座ってんだ、失礼だからね。今日は、なんと超ドデカチーズハンバーグを作ります。わーい。あ、どうも、アツシンチへようこそ。アツミのルンです。はいはい。なんで映らない？わかりません、なぜかみんな来てくれない。うん、はい、ということで、まあシンプルにね、チーズインハンバーグ、まあみんな大好きですよね。僕もガストとかもう行ってよー頼んでましたよ。なんですけど、その夢のようなハンバーグを今日は1キロ作ってね。余裕だ、ご飯も炊け。ご飯炊くか。ご飯炊くか。よし、じゃあ今日は巨大ハンバーグ1キロ作って食べるぞー。おーロビンも手が伸びてる。おー、すげー。はい、で作ります。今日はね、巨大なんで、まあ、何振り構わず普通にやっていきますよ。まずじゃあ玉ねぎ1個みじん切りにします。なんかさっきから号泣してる今目の前が悲しいんだよ目の前にいるんだよ、悲しさが。よし、玉ねぎ焼きます。ちょっと爽やかみたいなハンバーグ作ってね。爽やかじゃなかったらブチ切れるからね。僕が食べたいわ、爽やかひどいな。はい、玉ねぎはこんな感じでちょっと軽く火通したら、ちょっと粗熱を取っておきます。そしたら肉1キロちょっと軽くまずこれで崩して。あ、めっちゃいい匂いするもんね、生肉の。生肉の玉ねぎじゃない。玉ねぎ。ああ、そっちか。軽く粗熱取ったら玉ねぎをボーン、わー、混ぜる。卵3つ入れます。卵3つでいい？え？え？もしかして10個派？10個派なのかな。10個派。牛乳150ぐらいかな。そしてミノにここにパン粉を入れてほしいんだ。 100g ぐらい入れてくれ。わかんねえよ。ほらー、わー、なんか違う、 100g は多いな。カップ入れて 150cc のとこ行くぐらい。あ、いいかも。ありがとう。パン粉 100g って。パン粉 100g めちゃくちゃ多かった。こんな軽いものが。塩コショウちょっと適量してください。結構入れるよね、これは。結構入れる、結構入れる。コリアンダー、ナツメグ、カルダモン入れまーす。じゃあ、ちょっとみんなに適当に入れて。レッドペッパーは？レッドペッパーは入れません。まあ、ナツメグはハンバーグだから。うん、うん、入れないとね。で、今回のウィークリーポイントとちょっと溶かした牛脂を入れてください。おお、肉汁たっぷりに。あー、最悪だ、最悪。ありがとう。で、ちょっと空気抜きましょう。どうやって焼くのそれ。まあまあ見ててください。めえ、フライパン中火ぐらい、サラダ油したらここにぶち込むよ。ほら、もうそのままね、ボーンってやれば出てきます。で、ここをちょっと真ん中を開けます。皆さんお気づきでしょう、フライパンに入れてからチーズをぶち込むんです。おらー、寄せて隠します。そしたら蓋をしてちょっと焼きましょう。数分、もう何分とかは言えない、知らんしこんなもん焼けたら一旦ひっくり返します。お皿に乗せて、肉汁やばいんでこんな感じでいけるかな。おお、すげえすげえすげえ。おお、すげえ。これちょっともう片面をちょっと軽く焼いてからオーブンに打ち込んでいきます。オーブンはね、ちょっといじくり回す方がいいと思うけどな。崩れると思ってる、もしかして。うん、オーブン入れよう。これちょっとそのままずらします。
まあ、あとはね、言うても中に火を通すだけなんですけども、様子見ながら200度でじゃあ10分でやって、その後ちょっと様子見ていきたいと思います。様子見ながら火通します。よし、ではデミグラスソース作り、余ってたね、ちょっと肉汁と油がもったいないんで、これで作っていきます。まず中火で、これニンニク、はい、でケチャップとウスターソース、適当、はい、でちょっと昆布だし、でお水ちょっと、コンソメを少々、で蜂蜜、はい、そしたら超絶簡単デミグラスソース完成です。っていうのと同時にハンバーグも焼き上がりました。米も炊けました。タイミングがすごい、うわやば、おもっ。はい、ということでこんな感じで焼き上がりました。ちょっととんでもなく重いんでちょっとお皿移すのは不可能なので、このままちょっと持っていきます。やば。じゃあここにデミグラスソースをかけていきます。じゃあいきます。うわ、なんて贅沢をしてるんだ。で、もうだいぶね、チーズ一応中に入ってるんですけど、さらに上からもかけます。パセリ、はい、ということでこちら超ドデカチーズインハンバーグオンハンバーグ完成でーす。やばー。まあでもね、一瞬だと思う、これ本当に。食べます。はい、では、いただきまーす。すごい、やば、どうすんのこれ。ちょっとこれね、やっぱ中をドガーンともう真ん中に分けてほしいなと。分けますね。はい、いやー、ドゥワーわー、すげー、チーズの中からチーズが、チーズがもうチーズの中からチーズは出てない。あー出てない。すげー、すごい、めっちゃうまそう。じゃあどうぞどうぞ。では早速いただきまーす。いただきまーす。うん、うまっ。いただきまーす。うん、いただきます。うまっ。めっちゃめっちゃうまい。うまっ。量すぎるよ、大食いにすらならん、うん、いや、本当にこれ3人分を1個にまとめるのいいね、うん、なかなか、うんうんうん、面白い、うん、いや、しかもこれ何がいいって、まあ、でかいからちょっと面倒くさいかもしれないけど、うん、型1個1個形作る作業いらないから、うん、逆に楽なんじゃないかって説が出てる、うん、こうかな、はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。見た目のインパクトがね、めちゃめちゃあったんですけど、うん、3人で食べたら、本当にちょうどいい。うん、ちょうどいい。ちょうど、もう、ご飯食べた。もう、うん、お休みって感じの、もうお休みって感じのね、素晴らしい気分になりました。こう、結構やっぱ見た目のインパクトってね、こう、うん、食の楽しみの一つでもあると思うんで。間違いないです。まあ、特に子供がいるところなんかめちゃめちゃ、うん、ブレーブレーブレーってなる可能性はあるんでね、はい、うん、ちょっと試してみてはいかがでしょうか、はい、ということで本日の動画でございました、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイならバイ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 、ピシッ、あーだピシッ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